ともども吉田です。クラムシェル、好きですか？いわゆる DS のようなパカパカするシェルで、中華ゲーム機ではちょっと昔からこのタイプが出ていました。アンドロイドが搭載、原神が動く程度のスペックともあり、個人的にはまあまあ使いやすいと思ったんですが、気になる嫌な点も多い端末です。ではこんな感じで見ていきたいと思います。箱は結構上質で、しっかりとした梱包ですね。裏側にシールで詳細が記載されています。側面には特に何もなく、シンプルです。ちなみにカラーはこの一色のみの展開となっています。では早速開けてみましょう。緩衝材もしっかりとしていて、好感を持てますね。どんどん中身を取り出していきます。こちらが内容物一覧、こちらが充電用の USB-C で、このペラ1枚が合格証、そしてその下の紙が説明書です。英語表記ではありますが画像がたくさんあってわかりやすいです。気になる人は動画を停止して読んでみてね。中肉さえそそられる光沢赤のスリット風ロゴに目が行きがちなシェルですが、質感自体も結構悪くない印象です。ツルツルとマットの中間のようなサラサラとした質感で、結構好きな感じです。色も安っぽいグレーホワイトな感じかと思ってましたが、結構絶妙な色合いで良いです。ベージュではなく、赤っぽいグレーで結構上品な色合い。角張ったデザインとよくマッチしてます。ちなみにこの中2ロゴはかすかに光ります。かっこいいけどもうちょっと光らせてもよかったのでは？明るい場所では目視できないほどの光です。真っ暗にしてやっと見える程度の LED って、手前側にあるスピーカーのようなものは、スピーカーです。中華ゲーム機はスピーカーとか機能がある風のデザインが多いので、騙されないぞと勝手に身構えてました。裏側には、左からマイクロ SD スロット、マイクロ HDMI 端子、充電転送用 USB-C です。側面には何もありません。また開きの角度は2段階あって、この PC のようなタイプと、さらに開くタイプなんですが、かなり角度が小さくて不満です。普通に DS などと同じような持ち方をすると、画面がかなり見づらい。使っていれば慣れるんでしょうけど、どうしてこの角度にしたのか、わかりませんね。ABXY ボタンは押す感覚がかなり緩く、ふわふわとしています。クラムシェルで高さを抑えなければいけないからか、非常に高さが低く、押し込むとシェルとフラットになるくらいまで凹みます。強いて例えるならば、DS ライト、2DS のような感じですね。上部のファンクションキーは非常に安っぽいカチカチとした感じ。硬いし、押しやすいボタンとは言いにくいです。そして十字キーが最悪です。ABXY ボタン同様、軽くて深い上に、軸感が全くない。十字キーを多用するゲームは致命的なくらいに操作性が悪い。アナログスティックは若干角度が浅い気がしますが、許容範囲内です。押し込みができないのがマイナスポイント。LR ボタンはぐにゃっとしたトリガーっぽいボタン。L2R には逆にボタンっぽいクリック感。こちらはさほど悪くない印象です。画面はまあまあ良い感じです。もう少し輝度が高くてもいいかなとは思いますが、5.5 インチ 1280×720 の大画面だし、タッチパネルも普通に使える。視野角や色も問題ありません。縦型ハードの特徴なのかもしれませんが、横型のゲーム機よりも画面が大きく感じます。基本的には通常の Android と同様の使い勝手なので、Android ユーザーであればそこまで困ることはないと思います。Play Store や APK Viewer などでアプリをインストールし、遊ぶことができます。ただ Play Store は別途でインストールする必要があるので、とりあえず使いたい場合は APK Viewer でも特に問題ないと私は思います。こちらがデフォルトのランチャー、あまり使い勝手が良くないランチャーなので、ATV ローンチャーなど、コントローラー入力に対応したランチャーを導入することをお勧めします。動作的には、若干カクつくものの GC が遊べるといった感じでした。同じソックを搭載している iPlay 40 Pro ではそこまで動きが良くなかったので、不思議です。HDMI 出力は繋ぐだけで行うことができます。この価格帯の Android でテレビ出力できるのはかなり優秀だと思います。不満点を言うとすると、画面を閉じた状態で映像出力することができないことですね。全体的にそこそこいい質感で、最初手にした時は思ったほど悪くないじゃん、と思いましたが、その気持ちを全部潰すくらいにひどいコントローラー部分でした。特に十字キー、PS のバイオハザードのようなゲームをやってみようものなら、超難易度になりますし、めちゃくちゃ手が疲れます。良い点を言うと、この価格で HDMI 出力ができるし、簡単にボタンマッピングも可能だし、そういった意味で Android に慣れている人であれば、ある程度使いこなせるかなって思います。ロゴの点灯とかに金かけてないでボタンをよくしてくださいよ頼みます。